俺たちの4号機、8年ぶりに登場した完全 C タイプ機、高砂電機セブンスポット SS 編。1993年秋、パチスロ史上最高のビッグ確率を搭載した B タイプ機、ロイヤルタカシー RT で4号機市場への参戦を果たした高砂電機。しかし高確率の帳尻合わせばかりが短所として目立ってしまい、不評のまま短命に終わってしまいます。そこで同社は原点回帰を決意。翌1994年夏リリースのエニーセブンエースを皮切りに、王道の A タイプ機を精力的にリリース。いずれも好評をもって市場に受け入れられ、新生メーカーとしての存在感を市場に示すのでした。そのまま安定路線を歩むと思われていた高砂電機。しかし同社は再び冒険に挑みます。1996年秋にリリースされた新作セブンスポット SS、 ビッグボーナスを廃し、シングルボーナスの集中役を出玉獲得の要に据えた C タイプです。本題に入る前に過去の C タイプ機について触れておきましょう。1988年の規則改正で誕生したパチスロ2号機は、さまざまな新機能が加わったことで仕様やゲーム性が多様化。そのためビッグボーナスの有無やビッグ中のジャックゲームの回数などで A、B、C の3つのタイプに分類されることになりました。そして未知の可能性を秘めた集中役をメインとする C タイプ機が各メーカーから登場。パチスロの新たなジャンルとして話題と注目を集めます。しかしビッグボーナスがないことに起因するメリハリに乏しいゲーム性と不確定要素の強い出玉特性がプレイヤーホール双方から不評を買い、いずれも短命に。唯一集中役に枚数管理方式を用いて、限りなく A タイプ機に近い出玉特性を持ったアークテクニコのクレイジーバブルスのみ健闘を見せましたが、結局その後新たな C タイプがリリースされることはありませんでした。それでは C タイプ機としては実に8年ぶりとなる新作セブンスポット SS について見ていくことにしましょう。役構成はご覧の通り、戦術の通り C タイプなのでビッグボーナスは搭載しておらず、ボーナス役はレギュラーとシングルボーナスのみ。出玉獲得の要となるのは言うまでもなくシングルボーナスの集中役777が頻繁に揃って出玉がガンガン増える様は爽快でエキサイティングでした。一方レギュラーはジャックの最大当たり回数が一般的な4号機では8回のところ6回となっており、獲得枚数は3号機までと同等の90枚程度。位置付けとしては完全なるおまけです。スペックについては C タイプだけあって、集中役の当選確率は一般的な4号機 A タイプ機のビッグにも迫る高い数値となっています。なお集中役はパンクフラグに当選もしくはレギュラー成立で終了となり、その確率は両者合算にすると全設定共通の101分の1となります。参考までに過去の C タイプ機と比較すると、低設定域での集中投入率が高めに設定されていることがうかがえます。続いてゲームを彩るデメイン室について見ていきましょう。まず左ディールに2箇所ある7星ロボットはどちらが停止するかによって役割は激変。継ぎ目付近の方は子役シングルが揃わなければレギュラーは集中、もう一方が停止した場合は逆にリプレイが揃えば集中継続サインとなりました。1リールをは2リール確定目はご覧の3種。ロボットの中段転配は残念賞のレギュラー確定ですが、枠上がロボットの中段タンチェリーは集中継続サインにつき万歳してよしです。そして本作のデメイン室において最大の鍵となるのが、左ディールにのみ配置された0枚役のスポット。基本的に中右ディールで何も揃わなければ集中役のチャンス到来につき激アツとなるのです。
加えてシングルのジャックゲームにも集中薬の成否を示唆する要素が、通常ジャック入賞時は星が揃い、外れる場合は7頭の形を取りますが、集中時には停止型が逆転、ジャック入賞時は7星星が揃い、外れる場合は星天牌の形を取るのです。ただし左ディールに特定の場所を押してしまうと簡単にガセるので注意が必要でした。無限の可能性を秘めた集中薬メインの C タイプ機、果たしてその実力はいかがなものだったのでしょうか。理論上20回に1度の割合で2000枚オーバーの大量獲得が期待できるとされた本作の集中薬、ところが実戦陣の引きが総じて悪かったのでしょうか。攻略情報誌の初実戦では6割が一般的な A タイプ機のビッグにも満たない300枚以下という不甲斐ない結果となりました。そこでこいつの本当の実力はこんなもんじゃないだろうと、1週間リレー実戦企画にてさらなる大量サンプルを採取することに。舞台となったのは新宿歌舞伎町にあった E 店。透過交換が増えつつある中、7.6 枚交換という低レートで営業することで毎日のように高設定を多用していたという伝説のホールです。7日間のトータル結果はご覧の通り、あろうことか集中薬の出現率は設定位置を大きく下回り、一方のレギュラーも設定位置の近似値となってしまいましたが、サマイ数では7886枚のプラスで勝利となりました。特徴的な挙動を示した3本のサンプルを見ていきましょう。まずは初日中盤、長打に次ぐ長打で一気に3000枚の山を築きますが、その後は即パンの応酬で出玉はじわじわと減少、プラス540枚のしょぼ勝ちにて終了となりました。ちなみにこの日の設定は4でした。続いて5日目は序盤から長打の連続で3000枚近く獲得し、中盤は高値安定の展開が続きますが、終盤になって一気に失速し出玉激減、最終的な定玉はプラス60枚でしたが、交換ギャップで収支はマイナスとなりました。ちなみにこの日の設定は5だったそうです。そんな不甲斐ない2本のサンプルとは対照的に見事なまでの大爆発を見せたのが最終日。序盤から中盤にかけては緩慢な展開が続きますが、終盤に入ると何かのスイッチが入ったかのように長打が炸裂、その勢いが止まらぬまま閉店を迎えました。ちなみにこの日の設定はなんと3。実戦陣の引きが強かったのでしょうか、それともこれこそが C タイプ機の底力なのでしょうか。なお1週間トータルでの集中継続ゲーム数の分布とランキングはご覧の通り、1回あたりの平均獲得枚数は一般的な A タイプ機のビッグ並みの値となりました。スタンダードな A タイプ機が主流の中、8年ぶりに市場に登場した C タイプ機セブンスポット SS。 過去の C タイプ機と同様、市民権を得るほどのヒットにはなりませんでしたが、無限の可能性を秘めた集中薬に夢を馳せる一部のプレイヤーたちには大いに珍重されました。俺たちの4号機、8年ぶりに登場した完全 C タイプ機高砂電機セブンスポット SS 編、ご紹介いたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。